はい。いつもありがとうございます。パーソナルブレイクでなめこさんですね。はい。スターウォーズを一つになります。で今日ね、発送します。トップスクロームスターウォーズ。うん。まあ、ね、24パックあってもね、っていうのも、はい。前から散々言ってましたけど。スターウォーズのスケッチ担当の人に、24パックもいらないじゃん。開けるのめんどくさいですってだよね話をしてました。まあどうでしょうね、このくらいのパック数あるとね、まあまだまだこうノンスポーツはお客様でご自身で開けられる方も多いから、まあそれとまあデライト版がね、一応デライト版はブレイカーズデライトなんで、一応ねブレイク専門のところのみ、まあブレイクやってるところのみという感じらしいんで、よいしょね、インサートとリーフデライト版もやっぱりまあ価格がね3箱分ぐらいあるのかな、だからまあ出がいいようですけど、はい。199シリアルは4枚ぐらいですかね。3、4枚ぐらい出るのかなとって感じです。で後ろの方はなんかハイナンバーになってるような感じですね。ルキダ。はい。ゴリアン。うん、ハンゲドン。ハンゲドンっぽくないはい。パルパティーン。あ、50。はい。このちょっとね、うん。言語違いというか、パラレルなんでしょうね。ハズマ。だ結構ね、まあ、ルークとかデビューのね、ファーストのカードで、あ、これは、これね、わかりました。さっきカードを片付けてて。帝国側はこの色で、で、レジスタンスはって感じですよね。ああ、これも新キャラだな、店長的には。ジェダイ。マンダロリアに出てんだ。ああ、グリーン。グリーンなんだ。そう、だから、2015のレイとかね、ハイテックとか、あと、マスターワーク。レイの出始め。まあ、ルークとか、ね、レイヤーとかは、70年代のやつしかないですけど、まあファーストカードってなるだろうなって。オレンジ着てます。25ゴリアンハンゲドンハンゲドンだよねこれね、リアルハンゲドン、うん、これ何この、ああなんかジャケット着てんだ、グッチグッチゴリアン、はい、そう例ね、2015年あたりのカードね、マスターワークとかポチ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 、あサインだ、はい、道具屋さんですかね、はい、なんだっけ、ファイネストで見ました。はい、ファイネストの時が初音だったのかな。パーデューさん、チャドさんがね、チャドパーカーだ。はい。ファイナリストの時もなんか小尻引きましたね。うん。で、リーフですね。シリアルが4出てますね。うん。最後どうでしょうか。やっぱパック、あ、これいいじゃないですか。パーだね。ね、これ箱1ぐらいのインサートです。17番だが20人ぐらいいるんですかね。で、箱1ですから。よいしょ、うん、やっぱりまんべんなく小尻もちょいちょい引っかかるような出方になってますね。まあ199からなんですけど、まあ、50尻あたりは普通にこう当たるかなって感じぐらいですね、箱でね。ってことは他の199はどこに行ったのって話になるんですけど、まあそれは多分ブラスターとかに行ってるんじゃないかなと思います。まあホビーはそういう意味でまあ、多少は優遇されてるのかな。デライトはデライト限定のパラレルがあるようなんで、はいね、こんな感じでした。はい、じゃあこちらで今日発送いたしますので、お受け取りよろしくお願いします。はい、あとまあ追加はお早めのがいいかもしれないですね。まあアメリカで200ドルって皆さん気づき始めてるから、今日もちょっと8補充したら8補充したら8っていう、はいね、そういうオーダーが続いてますんで、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。